合わせ間の外ですけれども、かなり自然体に近い格好で上がってきましたね。ジョッキーの手は、はい、馬のリズムに合わせてるというだけで、そんなにね忙しい感じはしないんですけれども、見た目よりラップが早いんですよね。このあたりはポテンシャルの高さかもしれません。上がり口だけ少し手が動きましたけれども、うん、印象はいいですね。三頭合わせの真ん中なんですけれども、行き出しから速いラップで上がってきたため、やや一本調子になって、最後の方をこらえるのが難しいという格好でのラップの落ち方ですね。手応えの方もかなり、はい、苦しい状況になって、馬の後ろに入っていくような、なんとかついていってるという形になりますから、この一本調子のところがどうレースではね解消されるのかということだと思います。合わせ馬のうちですけれども、少しいつものパターンとは違って動かそうという感じに見えますよね。ですから真ん中の一波の12秒4です。12秒台の半ばをイーブンでというようなイメージかと思います。ラストは若干気持ちをこう入れてあげないと足が伸びないという感じに見えましたけど、まあ、全体にはこの馬なりの身のこなしを続けられたというところですね。悪くない内容かと思います。合わせ馬のうちですけれども、非常にストライドが伸びるタイプの馬ですね。2波論目から11秒台になりました。これでピッチ数は多くないんですけれども、タイムが出る、友の強さというのがこれで分かります。ラストムチは入ってますけれども、ラストの1波論も11秒8、これもしっかりと駆け抜けたという印象ですね。ポテンシャルを感じます。合わせ馬の外ですね、リズムよく上がってきたという印象です。壇上は手綱を抑えたまま、気持ちも出て真ん中が12秒4というラップに上がりました。で最後はやはり勾配もありますから、あまり手を動かさないと自然にタイムは遅くなるということで、これも自然に遅くなった分の13秒0ですね。動かしていれば12秒34、これで動いたと思います。合わせ馬の外ですね、イメージ的には12秒台の真ん中辺のイーブンで最後までというような感じでこう上がってきたような気がします。鞍上の手の動きもそんな感じですね。ただ真ん中はやはり気持ちが少し出て、その分だけラストは少ししまいを伸ばさなきゃという感じで手が動きましたけれども、まあこれも指していっぱいではありませんのでね、イーブンで走れるタイプの、まあそんな感じですね。三頭合わせのうちですね、かなり気持ちは前向きですね。並ばれると前に出ようというようなそんな感じがあってラップも上がっていきます。ラスト一波論ですね、まあ隣の馬よりも、はい、手応えはありましたし、若干ちょっとねよれる感じのところもありますけれども、しっかりとは駆け抜けた印象ですよね。こう負けじ魂みたいなのは感じるタイプですね。非常に気持ちが前に出ちゃうというそんな感じでしょうかね。11秒6、これまあしっかりハミを取ってない感じもありますけれども、まあ、とにかく前に前にという感じで進んでいきます。まあ2歳で11秒台3つはなかなか難しいですから、まあスピードは続くというのがこれで見えますね。